2021年ミャンマークーデター抗議デモでは、ミャンマー国軍が実行した2021年の軍事クーデターに対抗して、ミャンマー各地及び在外ミャンマー人が繰り広げている民主化運動のうちデモ活動について解説する。デモ参加者は SNS などインターネット上のサービスを活用して情報収集や情報共有を行っている。国軍側は抗議を抑え込むために、 インターネット接続の遮断を繰り返している。ツイッターやフェイスブックなどデモ参加者が情報収集や情報共有に活用するサービスへの接続が不安定になっている。抗議デモに賛成するミャンマーのハッカーはミャンマーの正義のために国営放送や中央銀行、ミャンマー軍のプロパガンダページなどにハッキングを試みている。2020年11月8日に行われた。 総選挙でアウンサンスーチー国家顧問が率いる国民民主連盟が圧勝。連邦団結発展党は議席数を減らす結果となった。2021年2月1日、ミャンマー国軍は選挙に不正があったと主張し、アウンサンスーチー国家顧問などを拘束し、クーデターを実行した。 50100152002月3月4月5月6月7月8月9月10月2021年2月1日の軍事クーデター以降の弾圧による死亡者数。横軸は死亡日、縦軸は確認できた最小死亡者数。ただし日付の特定されていない事案は除く。2月1日2021年ミャンマークーデターが発生。 アウンサンスーチー国家顧問などがミャンマー国軍に拘束されインターネット通信の遮断が発生し電話も普通となるなどした国軍は選挙に不正があったと主張し1年間の非常事態宣言を発令民政副大統領を大統領代行に任命した2月3日 Facebook への接続が遮断された抗議を抑え込む意図があるとみられる2月5日 抗議を抑え込むため、当局が通信サービスを提供する業者に、ツイッターとインスタグラムの遮断を命じた。その後、ツイッターへの接続の遮断が確認された。2月7日、複数の都市で大規模な抗議デモが行われた。ヤンゴンでは、過去に民主化運動の中心地となった地区に、数万人が集結したほか、ヤンゴン大学の付近には、約2000人が集まり、 アウンサンスーチへの指示を表明したり、軍事独裁に終わりを、などと叫んだりして抗議した。2月9日、首都ネピドーで数千人が集会禁止令を無視して抗議デモを行った。大規模な抗議デモは4日連続となった。警察は、ゴム弾、放水砲、催涙ガスを使用するなど実力を行使した。この日、デモに参加中に、頭部に重傷を負った。 女性一人が病院に搬送された。2月16日、ヤンゴンとモーラミアインを結ぶ鉄道の線路で、不服従運動を呼びかけるプラカードを掲げ、私たちの指導者を直ちに解放しろ、市民の権利を返せなどのスローガンを唱え、両都市間の鉄道の運行が停止した。また、ヤンゴンの大学や中央銀行の付近でも、連日抗議が行われている。ヤンゴンでは、 仏教僧侶が軍の独裁に反対すると書かれた横断幕を掲げてデモ行進した。2月16日、国軍の像民ン,ン報道官がクーデター後発となる記者会見を開き、ミャンマー全土で連日続く反軍勢デモについてデモが攻撃的、暴力的になっていると批判した。2月19日、2月9日に抗議デモに参加中東部を撃たれて、 意識不明となっていたミャットエクエカインが入院先のネビドウ市内の病院で死亡。同人物は入院中に20歳になった。抗議参加者で初の死者。女性の姉は記者団に対し軍に勝利するまでデモに参加してくださいと述べ、抗議活動へのさらなる参加を呼びかけた。2月20日、抗議デモで少なくとも2人が死亡し、20人が負傷。 36歳の大工が胸を撃たれて死亡、他もう一人が頭を撃たれて死亡。この日、デモ参加者に対して、実弾と催涙ガスが使用された。2月21日、Facebook は、暴力の煽動や、危害の企てを禁ずる、私たちのコミュニティ標準を侵害したとして、ミャンマー軍の Facebook ページ、タットマドウトゥルーニュースインフォメーションチームを削除したと発表。 このデモでの初めての死者となったミアトゥエトゥエカインの葬儀が行われた。彼女の棺を乗せた霊柩車は数百台のバイクを引き連れて市内を移動した。国連総会で国軍を名指しで非難する演説を行い抗議の三本指を掲げたミャンマーのチョウモ毛トゥン国連大使2月26日。ミャンマーのチョウモ毛トゥン国連大使が国連総会の会合で演説し、 ミャンマー軍に対し行動を起こすため、あらゆる手段を使うべきだと訴えた。2月27日、国軍によるクーデターを非難し、国連大使を解任されたとされているミャンマーのチョーモートン国連大使は、できる限りの反撃をすることを決めたと述べた。国連は、政権交代について、ミャンマーから通知を受けておらず、軍事政権をミャンマーの政府とは公式に承認していないため、 現時点で、ミャンマーの国連大使はチョー、モ毛トゥンのままとなっている。3月2日、ミャンマー外務省はチョー、モ毛トゥン国連大使の解任とティンマウンナイン、自席大使の代理大使任命を国連に通報した。二人のうちどちらが正当な国連大使か、不明確な状態となっている。米国務省はチョー、モ毛トゥンが依然として、国連大使であるという認識を示した。3月3日、 最大都市のヤンゴンやモニーはマンダレーなど各地で治安部隊がデモ参加者に実弾を発砲。この日だけで少なくとも38人が死亡した。治安部隊はほぼ何の事前警告もなしに実弾を発砲したとされ、38人の死者には4人の子供が含まれる。2月1日のクーデター発生以降、50人以上が死亡している。ミャンマー外務省が国軍の指示で、 国連大使として任命したティンマウンナイン、自席大使はフェイスブックで辞任を表明した。3月5日、YouTube は規約に違反しているとして、ミャンマー国軍が管理する複数のチャンネルを停止したと発表。3月6日、過去数日の間に、ミャンマーの警官とその家族ら約30人がインドへ逃れた。3月7日、ミャンマー当局は、 チャルシンの遺体を墓から掘り起こして持ち去り、解剖の結果、重装は警察の発砲とは無関係だと分かったと主張した。チャルシンは3月3日マンダレーでデモに参加中に銃撃され、4日に葬儀が営まれ、埋葬されたが、5日に当局が遺体を墓から掘り起こして持ち去った。3月8日、長寿は民中英大使は軍政の正当性を否定しながら、 アウンサンスーチー国家顧問とウィンミン大統領の解放を公然と要求した。ミャンマー国軍は抗議デモを積極的に報じていた国内の報道機関5社の免許を取り消すと発表した。これに対して免許を取り消された5社のうちの1社ミッチマは免許の取り消しには従わず、様々な方法で報道を継続し、国軍のクーデターと戦い続けるとの声明を発表した。 ヤンゴンのサンチャウン地区内の通りに囲まれた区画でデモ参加者約200人が治安部隊が周囲を取り囲まれ外に出られなくなった。国連ログテーレス事務総長は国軍に無事の解放と最高度の自制を求めた。同区画では音響戦砲弾の爆発音とみられる音も確認された。3月9日治安部隊が引き上げたことで ヤンゴンのサンチャウン地区内の通りに囲まれた区画に閉じ込められていたデモ参加者約200人が外に出られる状態になった。アウンサンスーチー氏率いる国民民主連盟のメンバーがヤンゴンで治安当局に拘束された後死亡した。死因は明らかになっていない。3月6日夜にも NLD メンバーが拘束された後に死亡しており、NLD メンバーの死亡はこれで2人目となる。 3月27日、オンラインメディア、ミャンマーなは、治安部隊の発砲などで少なくとも114人が死亡したと報じた。4月7日、新軍政派の在英国ミャンマー大使館付駐在部官が、長寿は民中英大使を大使館から締め出した。4月9日、ミャンマー国軍が総選挙を2年以内に実施する方針を示した。2月に発令した、 非常事態宣言は期限が1年であるほか、現行憲法で宣言の最長2年までの延長が認められているため、国軍が非常事態宣言を延長する可能性も指摘されている。4月18日、ミャンマーで取材を行っていた日本人ジャーナリストの北住祐希が嘘の情報を流した疑いなどで、ミャンマーの治安当局に拘束された。日本や米国、英国、 オーストラリア、台湾など17カ国40都市で在外ミャンマー人が抗議デモを実施。ミャンマーで活動する人権団体によると5月1日までの市民の犠牲者は累計759人に達した。3月27日、ミャンマー国軍によるデモ参加者の弾圧についてオーストラリア、カナダ、デンマーク、ドイツ、ギリシャ、イタリア、日本、オランダ、 ニュージーランド、韓国、英国、米国の12カ国の軍隊制服組トップは丸腰の市民に殺傷力の高い武器を使用したことを非難すると共同声明を発表した。ありがとうございます。